それでは、生物の論述対策見ていきましょう問題演習の前に知っておく予備知識はじめにまず基本的にマス目の使い方は問題文に必ず従うねこんなふうなスライドに示してあるようなマス目の使い方をすることが多いけどもう基本的には絶対に問題文に従うで問題文にまっすぐ答える例えば A と B の違いを説明せよって言われたら A はこうだが B はこうであるっていうふうに答える 何とかの理由を説明せよって言われたら、基本的に何とかだからって答える。で、どのような変異と考えられるかって言われたら、基本的に何とかの、どういう変異だってふうに答える。何々できなくなる、もしくは何とかできるようになる変異。まあ、いろいろ変異はあるけども、例えば何とかできなくなる変異っていうふうに答える。もうストレートに答える。回り道はしない。で、短文で答える。何とかで、何とかが何とかだから、何とかなので、何とかと考えられるっていうふうに、長々とね、一つの文章をしないで、何とかは何とかである。 また何とかだる、よって何とかだるっていうふうに単文で区切るととってもいい答案が作れます。定義を聞かれたら定義を答える。光保証体について説明せよって言われたら光合成速度と呼吸速度が等しく、見かけの光合成速度がゼロになる時の光の強さのことっていうふうに定義をどストレートに答える。こういう問題は基本的に考察問題とは言いません。学校で配られる問題集なんかにいっぱいこういう一問一答の記述問題載ってるから、しっかり練習してください。こういういね シンプルな定義を聞くような問題を落としてしまうと不合格になってしまいますではご清聴ありがとうございました心身の健康に気をつけて二次試験対策もね頑張ってください